お花が見張りへ松竹梅。今回は松の作り方2種類をご紹介します。お花紙は薄いので折りたたんで何枚も一度に切ります。松の形を書いてその形の通りに切っていきましょう。これを並べてその上から水溶きした糊を塗ればぴったりとくっつきます。乾いてから茶色の色鉛筆で松の枝を描き出します。もう一つの方法は折りたたんで筋になるところを切り取ります。切り取ったものを並べて同じように上から水溶きした糊を塗っていきます。一度にたくさん作れるので年賀状などに向いています。いろいろなレイアウトを工夫してみましょう。